こんにちは、京都リーフチャンネルです。今日はこちらですね、あのシダの仲間のヒノブという植物ですね、こちらについてご説明していきたいと思います。まあ、これはシダ、まあ、本当に今言った通りシダの仲間なんですけども、まあ、日本にも自生してまして、まあ、非常にですね強健なシダで、よくあの夏になるとこういうふうに風鈴をつけて、まあ、釣りしのぶなんて言われてるんですけども、まあ、こういうふうに出たりということがあります。でこのしのぶなんですが、まあ、非常に強健なシダなので、まあ、気をつけることといったらですね、まあ、水を切らさないようにしていただくっていうのが一番注意していただきたいところなんですが、あの、まあ、やっぱり乾燥しておくとですね、どんどん葉っぱが縮れてしまってなくなっていっちゃったりするので、まあ、春から秋に関しては、まあ、水を切らさないように、まあ、毎日あげればいいってもんでもないので、まあ、こういった形状であれば、まあ、雨がもうかかるような軒下に吊り下げておいてあげて、でも雨が降らないときはもう本当に上から水をかけていただくとか、水をあの張ったバケツに沈めていただくとかですね、あのそういった管理をしていただければいいかなと思います。で冬はですね、こう全部なくなっちゃうんですけども、まあ、なくなっててもそのまま干しますので、特に何か管理が必要かっていうと何もしなくても結構です。春になると勝手に生えてきますので、なのでまあこのシノブですね、まあ、非常に風流な植物ではあるかなと思いますし、あのシダにしては管理は割と楽な方なので、もう本当に軒下にただ吊り下げておくだけでですね、まあ、勝手にこう風流な感じを醸し出してくれるので、ぜひこの機会にですねチャレンジしてみていただければよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。